荒浜資料館の裏にあります信玄港、信玄塚って呼ばれているところのこの大塚の方ですね、まあ、山にこう持ってて、まあ、戦車を伴ったと。上にあの墓石のようなものが見えますけど、あんまりここ上がっちゃいけないんですかね。まあ、普段あの桜の時期なんかはね、見晴らしがいいんで、ここ全部桜なんですよ。ちょっと今年は早いんで咲いてないんですけど、桜の時期なんかね、人登ってそこでお弁当食べてますけど、まあ、ちょっとお墓なんでちょっと上がるのもどうかなと、そういう感じですよね。まあ、別にあのどうかなって思うんですけど、まあ、あのちょっと夕方なんで、合わせて撮ってしまいますけど、まあ、あの資料館の方にね、その辺の詳しいことが書いてあって、ちょっと夕方でお墓を移すのもどうかなと思ったんですけど、まあ、墓石っていうお墓でもないんで、